いきます。3回戦最終試合盛り上がっていきましょう。それではいきます。先攻が46、後攻が2名、アシュアス日本勝負 DJ チャカレディーボイ。あんた風邪さえ苦手、そんなキャンプ伸びそう流れたとしてもちゃんと魔法勝負ができる。あんたは大好きな先輩、あとやってくれな。マイクロフォンスイッチが入ってない行動がなんか微妙すぎる。でもそこからも巻き返していくスキルがここにあるから大丈夫。ああ大丈夫、これ最高級のスキル。ここだったらマイホームのように感じる。関西からの資格ちゃんとお出ましだな。お出ましだな、俺もそう大丈夫。サイボーグじゃないからサイボーグ回ってるそうだな。コークハイボールでも飲んで乾杯したい。2人ぐらいだけど、よ俺が悪いかな。コード毎回あえて絡まるけど、一気にこっちにスイッチってな話。お前の電源オフに切る、俺が勝っちゃってオンに切るってな話だ。この話わかるか、わからなきゃいいぜよ。46 AKA はライコじゃねえ。罰ゲーム顔面にアイロンかけ、アイロンかけ、ちょっと熱すぎね。でも集めたコラボの中だったらやっぱりいい感じになるんじゃね。最高じゃねえ、これ最高だぜ。未明君目の前から聞いてる相手は対抗者せ。同様コーデファーでもや何かをラップ楽しむだけの話、確かについてない、わからない。オフが聖和の見たかった場合は46だよ。このやるからまた見せながらもこうやってフリースタイル楽しみながらもまたやるだけの話、楽しい先輩。 Yo, フォーク、オフィザーセット、俺はそっと収めません。だから大丈夫ってな感じだ。本能をふざけ入れてるトップ、オブザーヘッドのやり方だ。Yo, 変なとこライム置いてるからやっべ対抗者戦。最高だぜってな感じ、踊る大捜査線ではなくマイクが相棒だから違うって話。いやこれもわからねえ、あんまり伝わってないけど問題はない。俺たちならラフにやる。俺のライムきらびやか、こいつよりもラップスキルはきらびやから。終了です。それでは聞いていきたいと思います。先攻46、後攻2名、3名です。46名も大きな拍手お願いします。